日本近畿地方大阪府大阪市中央区、今橋今橋は大阪府大阪市中央区にある東横堀川に架かる橋。また同郷に沈め異性の町名。大阪の陣を描いた絵図にこの橋の名が記されていることから、豊臣秀吉が東横堀川を改作してそれほど経っていない時期に架橋されたとされる。江戸時代には町橋として付近の町人が管理しており、 原独期には、橋町75.8メートル、福五5.5メートルの目標で、町橋としては規模が大きかった。東詰めで警戒道に接続する。金融の中心地にあり橋の田元からは、天ヶ崎行きの乗り合い船が運航されていた。1924年に近代橋となり、1965年の阪神高速1号環状線南行きの開通に、 伴って、南東田元で高麗橋入り口への入り口を南へ、分岐する現在の形状に改修されたが、1994年に、老朽化のため現在の橋に架け替えられた。西詰北川の高欄に検証費が設置されている。一本の道から西へ二手に分かれるように架けられている。一つ、上流側の足屋橋の南東田元と今橋の北東田元は親柱を共有しているが、 1911年の土砂堀2の拡幅以前は別々にかかっていた。現行行政地名は今橋1丁目から4丁目。船場の内北から2番目の町で東西約1 1キロメートル南北1 0 0ル弱の地域。北は北浜、南は高麗橋、東は東横堀川今橋を挟んで、北浜東西は、 西横堀川後の阪神高速1号、環状線期待機を挟んで西区江戸堀とそれぞれ接する。1872年まで現在の3丁目と4丁目は天笠崎町1の2丁目、西横堀川沿いは七郎江門町1丁目という町名だった。江戸時代以来の今橋1丁目と2丁目には天王寺や五平、平野や五平、 河野池前衛門といった横領外省が軒を並べ、近辺は大阪の金融の中心地だった。また、北浜に金相場会所と証券取引所が設立されるまでは、金銀堂などの取引は今橋で行われていた。現在も銀行などが軒を連ねるオフィス街である。明治以降には河野池家によって第13国立銀行が設立され、 大阪毎日新聞の前身である日本立憲政党新聞や日本生命も今橋で誕生した。1962年に埋め立てられた西横堀川には天ヶ崎橋が架橋されていた。2019年3月31日現在の世帯数と人口は以下の通りである。人口の変遷国勢調査による人口の推移。世帯数の変遷国勢調査による 世帯数の推移。2016年現在の経済センサス調査による事業所数と従業員数は以下の通りである。日本郵便国道主要地方道今橋国土交通省近畿地方整備局大阪国土事務所。2020年7月11日。閲覧。大阪府大阪市中央区の町帝。あざ一覧。人口統計ラボ。 2019年10月4日閲覧。AB、住民基本台帳人口、外国人人口。大阪市。2019年10月4日閲覧。AB、今橋の郵便番号。日本郵便。2019年8月15日閲覧。市外局番の一覧。総務省。2019年6月24日閲覧。AB、 平成7年国勢調査の調査結果引く、男女別人口及び、世帯数町長,長、アザトウ。総務省統計局。2019年8月16日閲覧。AB。平成12年国勢調査の調査結果引く、男女別人口及び、世帯数町長,長、アザトウ。総務省統計局。2019年8月16日閲覧。AB。 平成17年国勢調査の調査結果引く、男女別人口及び、世帯数町長,長、アザ等、総務省統計局。2019年8月16日閲覧。AB。平成22年国勢調査の調査結果引く、男女別人口及び、世帯数町長,長、アザ等、総務省統計局。2019年8月16日閲覧。AB。 平成27年国勢調査の調査結果引く男女別人口及び世帯数町長,長あざと総務省統計局2019年8月16日閲覧平成28年経済センサスマイナス活動調査事業所に関する集計産業横断的集計都道府県別結果総務省統計局2019年10月23日閲覧 郵便番号も2018年度版、日本郵便、2019年6月10日閲覧、ありがとうございます。